ことにも戻す最初のきっかけなんて思い出せないでしょう。いいな何にも返せてないからまだやめられないなって本当は続けたいのに売れてないからとか言って今日も言い訳探してやっとで大事する自分を守るための土が嫌われないように未来に最後に元気の日を
Thank you.
来てくださる方にはぜひ足を運んでいただきたいなと思っています。
ぜひあの頑張りもよろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは以上、私たち4人でスチームブローズアイドルでした。またライブハウス会いましょう。ありがとうございます。50分からアカデミックアニメ、ゴムパンになります。